旨辛だれの豚巻きえのきを作ります。えのき一袋は根元を切り落としほぐしておきます。豚バラ 150g は塩コショウを適量しましょう。えのきをのせ巻いていきます。耐熱皿にのせ酒大さじ1をかけます。ふんわりとラップをし600ワットのレンジで4分。タレを作ります。コチュジャン大さじ1、砂糖小さじ1/2、醤油大さじ2、蜂蜜小さじ1を加えよく混ぜましょう。600ワットのレンジで30秒加熱し、酢小さじ1、ごま油大さじ1を加えさらに混ぜ合わせましょう。タレをかけて完成です。お好みでネギもどうぞ。